皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは接客マンだ。2月1日にオープンしたじゃないですか。1回目はね、接客万来ってどんなところなんやみたいな動画を撮りました。フードコートの方のインバウンドを食べました。2週目の接客万来は海鮮食べ放題がありますと。じゃあどんなもんなんやと行きました。1週目と2週目の動画の評判が良かったら、春休み前に高級路線エリアのインバウンドと言われてる、まあ言ったらもうメディアがめちゃくちゃ取り上げてるじゃないですか。高いんじゃないかとか、ぼったくりなんじゃないかと。だから結局ね、クオリティがね、ちゃんとしてたら、そこそこな値段でもね、全然いいと思ってるんですよ。今回はですね、まあ1週目、2週目、まあまあ評判良かったので、早速3週目のですね、豊洲接客万来。今回はですね、高級路線エリアのインバウンドやっていきたいと思うので、海鮮好きは絶対にグッドボタン、そして、チャンネル登録、バナナの方登録、絶対お願いします。3週目の接客万来。ちなみに今いるところは外のフードコートですね。もう3週目ともなってくるとわかるんですけど、お昼時になるとここもパンパンです。ちなみに接客万来の概要とかその他諸々は1週目と2週目を見たら一発で理解できるので、見てない方は下の概要欄に貼っておくので、まずそっちから見てください。1週目でやったフードコートはこっちの建物の3階にあるんですね。そのフードコートの奥に2週目でやった海鮮食べ放題がありますと。で、今度はこっち側の建物。こっち側の3階が高級路線エリアになってます。フードコートエリアとはまた違った雰囲気になってるんですよね。ちなみに朝の早い時間だと外のフードコートの入り口側から入ったすぐの階段からしか3階に行くことができません。もちろん営業時間は10時から夜の10時。てか結構遅い時間までやってるんですよね。そういえば夜の接客万来行ったことねえわ。で、フードコートのある飲食店ですね。この枠で囲ってるところが10時からで、海鮮バイキングが早めの9時から。で、階段を登ったすぐ横に海鮮バイキング、相変わらず混んでます。確かにあのクオリティであの値段なら人気なのはわかります。ちなみに1週目2週目は土曜日だったり祝日だったんですが、今回は平日なので人は少ない方です。ここのフードコート、お昼時になると歩けないくらい混んでるんですよ。なのであらかじめ席は確保しておいた方がいいです。そして改めてこうやってメニューの写真を見ると面白いですよね。海鮮バイキングと逆側の店舗は比較的安価なお店がちらほら。で、ここの連絡通路から行くと高級路線エリアに行きます。さっきのフードコートとはまた雰囲気違いますよね。ちなみにここは階段から登ってくることもできます。そしてここがおそらく接客万来で一番高いインバウンドを提供するお店ですよね。ここも十字回転なのでまだやってません。その隣のお店、さらに奥に行くとホルモン焼きのお店がありました。ここはホルモン専門系 YouTuber に譲りましょう。今見せたところが3階ですよね。このメディアでインバウンドンと呼ばれてるところが、あのフードコートとその高級路線のところという感じで、まあまあフードコートエリアとあの高級路線のところあったじゃないですか。あの雰囲気違いますよね。で、あとこの食べ歩きエリアとか、あと下の方にも飲食店はあるんですよ。それはあのこの動画の評判次第で4週目やるか5週目やるかとか、そんな感じで決めていきたいと思います。で、俺も初めて知ったんですけど、これ2階の方に東京都 PR コーナーとかもあったんですよ。ここの何がすごいって、東京都の中央卸売市場の紹介してるんですよ。市場巡りしてる自分からすると、これは欲しい情報ですよ。東京都中央卸売市場クイズラリーだって。で、中はこんな感じでの歴史があったり、包丁の展示もあったり。で、マグロパズルなんかもありました。これが東京都の市場。全部で11箇所あるみたいですね。ちなみに接客万来の1階にもこんな感じで飲食店が並んでて、そこの横に駐輪場があるんですよね。で、実は今回、チャリで来てみました。意外とチャリで来れました。ここの駐輪場で俺も初めて知ったんですけど、あの24時間100円なんですよ。だけど買い物をすれば無料と。余裕じゃん。俺今回1万8000円使うよ。10時にならないと導入する開かないので、フードコートとかがローソンとかでコーヒーとかね買おうと思ったんですけど、マジでガラガラです。平日だとこんなにいないのかっていうぐらい人はいないです。隣がですね、豊洲市場なんですよ。だからあのショート動画用の魚を買おうか非常に迷ってます。豊洲市場一回行ってきたんですけど、9時半はねほぼ閉まってましたね。やっぱね、豊洲市場の中にある海鮮丼屋がね安く見える。見てください、これが豊洲市場水産棟の海鮮丼ですよ。待って、
5600円なんてあんの？あれこんな高いのあったっけ？で、お寿司屋さんですね。チラシだと3850円で、握りだと5000円前後。やっぱり千客万来見た後だと、豊洲市場の中の海鮮丼が本当安く見える。前まではここが一番高いって言ってたのにね。まあ、クオリティも悪くないんですよ。あとは市場で働く人の食堂ですよ。ちなみに個人的におすすめなのはここのカレー屋さん。めっちゃ量が多くて安くて美味しいんですよ。築地市場時代からちょこちょこ行ってました。あとここなぜかめっちゃ人気ですよね。値段はまあ近江町市場と似てますね。値段はここは朝5時に行かないと入れません。一応ここの動画も概要欄に貼っておきます。早速ちょっとね、皆さんが期待するインバウンド丼というものがどんなものなのか行ってみましょう。ということで10時になって開いた噂のインバウンドのお店。なんか手前のインバウンドのお店より奥のお寿司屋さんの方が人入ってますね。やっぱり値段の関係だろうか。まあ、贅沢丼でも2420円ですからね。比較的お手頃。いや全然お手頃じゃないですけど、千客万来相場で見ると安いじゃないですか。ちなみにここはカウンターか外のテーブルみたいな選べるんですよ。なんか通りすがった人みんなこの看板の写真だけ撮って帰るんですよ。そんな人たちにこの動画送ってあげて。俺は頼むよ。このエンペラーをね、厳選ウニ6種。これがどんなクオリティのものかですよね。ということでテーブル席にしました。カウンターは外国人観光客に譲りましょう。メニューは基本的に1周目で見せたのと同じです。本当すごいですよ。おそらくデフォの海鮮丼だと、この6500円のやつだと思います。穴子とウニで4050円。どのくらいウニが乗ってるかによる。あとトッピングなんかもありました。イクラで900円。ネギトロで550円。ウニだと1600円と1800円。あと量がどれくらいかですよね。前に小樽でやったウニ専門店で、このウニトッピングで2000円でしたからね。もう皆さんが望んでるのは、これ一択ですよね。わかってますよ。絶対グッドボタン押してね。ウニは雅と工程 10g しか変わらないんだ。ウニって毎日変わるんですか？はい、種類自体は紫ウニとバフンウニの2種類だけなんですけど、ただお取り寄せ先とブランドが毎回変わります。で、6種類って感じなんですか？そうですね。5種類が紫ウニ、バフンウニで、で、1種類塩水ウニ使用してます。6種類のうち5種類は塩水ウニじゃないんです。はい、これ一つ。はい、エンペラーを一つ。ありがとうございます、はい、やばいやばい、お金あるかな。もうこれ聞いて衝撃だったのが、ウニが6種類のうち1種類塩水ウニらしいんですよ。で、他5種類が箱に入ってるタイプのウニですよね。俺てっきり6種類全部違う塩水ウニかと思ったんですよ。だってそう思いません？いやでも普通にウニ食べる人は塩水ウニだろうが関係ないか。1万8000円のインバウンド丼注文してちょっと後悔したかもしれんな。またクオリティですよね。逆に実物楽しみ。マジでこの動画のグッドボタン多かったらまだまだ千客万来深掘りしますよ。これまだ掘ったら出てくるぜ。それと自分の前に入ってたお客さんが頼んだ海鮮丼出てきてこう見えたんですけど、ちっちゃくね？めっちゃ不安になるやつやん。これ一周目で5度見出るか？これでやべえのが出てきたら、皆さん、爆笑してくれ。これ1万8000円の工程じゃないですか。出てくる時に太鼓叩きながら出てきてくんねえかな、みたいな。中央に乗ってるもの、塩水ウニを使用しております。はい。お元のものですが、こちら両端側のものと真ん中のもの、当店、北海道産のバフウニを使用しております。はい。2番目と4番目の少し黄色みが強いものですね。はい。こちらが宮城県産の紫ウニを本日使用しております。はい。もしかしたら最初の一口目は醤油つけないで、ウニ少しずつ見比べてみてください。はい。これバフウニですか？これはバフウニの塩水。バフウニの塩水らしいです。周りをイクラで囲ってます。1、2、3、4、5、6種類。塩水ウニってこう明板使ってないんで放置しておくとどんどん溶けるんですよ。なのでなんかこう崩れてますよね。早く食べましょう。奥の方に本マグロの大トロと中トロ。てか店員さんウニの説明しかしてくれなかったぞ。で、丼は薄いタイプですね。で、平べったいけど量はないです。大きさ比較パスモとかの方が分かりやすい。あと味噌汁ついてました。あとわかめとガリで、味噌汁は熱いマイルドな白味噌の味噌汁。まあ安定ですよ。スプーンとかついてなかったんで箸でこれ食べるっぽいです。まずは醤油をかけずに食べます。塩水ウニの方ですね、こうプリッとした食感ですっきりした味わい、爽やかなウニなんですけど、イクラと混ざっちゃうので実質ウニイクラ。イクラはしっかりした食感でした。ちなみに塩水ウニは軍艦 2.5 貫分ぐらいありました。おそらくこれが大トロ、これが中トロ、大トロ、中トロ、大トロ、中トロになってるのか。なんかあれみたいですね、男女、男女みたいな。これ
中トロか？こうやって見ると大トロと中トロの見た目分かりにくいですよね。それと他のお客さんも海鮮丼頼んだのがどんどん来てるんですけど、俺の丼ぶりが一番大きい大トロですね。重いです。これは酢飯と一緒じゃないときつい。一昨日ぐらいにアップした福井の大トロの寿司あるじゃないですか。あっちの方がこう大トロとしては食べやすいというか、油にキレがあるというか、こっちも美味しいけど、こうちょっとこう重くて筋を感じる。もちろん好きな人は好きなんですよ。ただこれ食べて思ったのは、非常に分かりやすい。何も分からない人がこれを食べて一発で大トロだーって喜べるっていう。大トロでもこうあっさりした大トロとかもあるわけですよ。大トロ食べ慣れてない人が、え？これ本当に大トロって言われるより、こう誰が食べても大トロですねっていうやつの方が満足するんですよ。それとちょっと下調べしたんですけど、ここのお店って築地場外市場にもあるんですよ。でメニューも全く同じ、18,000円のインバウンドも。つまりこのインバウンドは千客万来関係ないっていう。なのでこの動画でこのインバウンドをやるまでこの情報は伏せてました。すみません。で、マグロの方は一切れがかなり大きい。多分中トロなんですけど、大トロと変わらない気がする。こう、重さで言うとね。これ全部大トロじゃないってくらい脂が乗ってる。で、結構重いので、ウニを挟みたいですね。で、端っこの方のバフウニかな。濃厚なウニの風味はありつつも、妙にチェア合わないです。非常に美味しい。ただ、妙にチェア致死量に達してないだけかもしれない。いいウニ使ってるなーぐらいの感じですね。やっぱり塩水ウニとはさすがに違います。わかりやすい。これが紫ウニらしいです。だいたい1種類軍艦2貫分ぐらいかな。濃厚さで言うとバフウニの方があるかな。こっちの方が若干妙にチャーミーを感じるかも。ウニのレビューってむずいっすよね。いやー、これで18,000円か。ただウニ自体はいいものを使ってるのか、この量食べても妙にチャーの不快感とかないんですよ。多分この丼注文するような人は、もうこれ頼んでうわ失敗したみたいなことにはならないと思うくらいのクオリティです。で、最後にこの真ん中の方ですね。いろんなところでいろんなウニ丼見てきたけど、さすがにこれはやりすぎかな。石油王が値段を見ずに頼むぐらいのものだと思います。ちなみに付属の海苔が3枚ついてるんですけど、これで手巻きしても美味しいです。手巻きが嫌な人は海苔をそのまま食べましょう。ちなみにこれに関してはかなりイレギュラーなので、海鮮丼偏差値は出せません。過去に函館朝市でやった8800円の海鮮丼は、思い出で頼んでも楽しいかなっていう感じだったんですけど、これに関しては極端な話、素材の暴力丼なので、まあ、俺の動画を見て満足してください。それと前の動画でコメントあったんですけど、千客万来の銀だこはどうなのか、高いのか、そういうコメントあったので見てみましょう。ちなみにテイクアウトなんですけど、ここは全然人がいないです。だけど店内はほぼ満席。ちなみに店内だとこんな感じで、たこ焼き4個で420円プラス税で、この贅沢いくらとウニのせとろろが3個で580円。だけど席が満席なのでテイクアウトで買っちゃおう。値段に関しては直感がわからないので、銀だこに詳しい方コメント欄で教えてください。ということで6個入り買っちゃいました。なんかそういうインフルエンサーみたいですね、こうやって見ると。そんな感じでいかがでしたか？ぜひ感想をコメント欄でお待ちしております。今回の一番高いであろうインバウンドンと、そろそろ帽子を変えようかなと思って、あ、千客万来で働いてる方がですね、バレまして、次はですね、1階の方の飲食店とか、あと食べ歩きエリア、どんなもん扱ってるんや、みたいなものをね、まあ、この動画のね、評判次第でやろうかなと思います。できればね、春休み前に出したいですね。絶対、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくね。